はい、こんにちは、116インズです。いよいよ今日から MLB プレーオフが始まりましたね。今日はアメリカンリーグのワイルドカードシリーズ4試合が行われまして、で明日からはナショナルリーグのワイルドカードシリーズが行われる予定となっていますが、今日の4試合、アストロズ対ツインズは、ツインズが同点の9回の表に2アウトから守備の乱れから3失点してしまって、結局アストロズが4対1で勝利。ホワイトソックスとアスレチックスの試合は、左投手が得意なホワイトソックス打線相手にあえて左腕のヘスス・ルザルドをぶつけたアスレチックスでしたが、ホワイトソックス打線が一発攻勢で応戦し、4対1でホワイトソックスが勝利。そしてブルージェイズとレイズの試合は、こちらリーグ最高勝率を誇るレイズがその強さを発揮しまして、3対1でレイズが勝利。そしてこの日の最後の試合、ヤンキース対インディアンスは、当初投手戦が予想されていましたが、ヤンキース打線が爆発し12対3でヤンキースが勝利しました。このワイルドカードシリーズでは勝率が高いチームの本拠地で最大3試合を行うというシリーズとなっているんですが、今日の初戦はレイズを除けば全てシードが低いチーム、勝率が低いチームが勝利したということになりましたね。今季のプレーオフは無観客で開催されていまして、でレギュラーシーズン中は無観客試合の影響でホームフィールドアドバンテージが消えているんじゃないかという話も出ていましたが、今日のワイルドカードシリーズ初戦は見事にそういったホームフィールドアドバンテージはないような結果となりましたね。ただどの試合も割と僅差の展開が多かった中で、やはりヤンキース対インディアンスがこれだけ大差がついてしまったという点ですね。今日のヤンキース対インディアンスの先発は、インディアンスが今季リーグサイヤング賞筆頭候補、まああるいはもうすでに当確とも言っていいぐらいの活躍を見せたシェーン・ビーバー。そしてヤンキースは今年 FA で加入したゲリット・コールの対戦ということで、まあおそらく投手戦になるんじゃないのかなと、きっと多くの方も予想されていたと思うんですが、ただ蓋を開けてみればヤンキースのコールは7回2失点13奪三振と非常に素晴らしいピッチングを見せた一方で、ビーバーは5回を持たず7失点と、今季のビーバーからすれば本当に想像もできないような炎上となってしまいました。今季のビーバーはそれこそこれどうやって打つんだぐらいのボールを投げていましたし、彼が今シーズンのピッチングで炎上する様子が全く頭に浮かび上がらなかったので、今日のヤンキース戦でこれだけいとも簡単に打たれてしまったのは非常に意外でしたね。実際今季のビーバーは8勝、防御率 1.63、 そして122奪三振でMLB 投手三冠王に輝いているんですね。 MLB 全体で投手三冠王に輝いた選手は2006年のヨハン・サンタナ以来の14年ぶりの快挙ということで、いかに今年のビーバーが傑出した存在だったかがここからもわかるかと思います。今季ビーバーは12試合に先発しましたが、そのうち4失点以上した先発は一つもありませんでしたし、また今日のように5回を投げきれなかった試合も一つもなかったので、それだけ安定していたビーバーがまさかプレーオフの大事な試合でこれだけ打たれてしまうのはチームとしても想定外だったでしょうね。というかビーバーの炎上は今日対戦したヤンキースファンでも正直予想していなかったんじゃないでしょうかね。少なくとも私は全く予想できませんでしたね。ではここからはビーバーの今日のピッチングを振り返っていきたいなと思うんですが、今日は全体的に速球系の制球に苦しんでいた印象がありますね。まあフォーシームやカットボールといったボールなんですが、まず初回のアーロン・ジャッジに打たれたツーランホームラン、こちらの左側の図ですが、ど真ん中に入った速球を見事に運ばれてツーランとなってしまいましたし、その後3回にルーク・ボイトにタイムリーツーベースを打たれた場面でも真ん中に入ってきたカットボールを痛打されてしまいましたし、さらに4回ブレッド・ガードナーにタイムリーツーベースを打たれた場面は、こちらキャッチャーの要求と異なり高めに浮いてきた速球を左中間に運ばれ、同じ回ラメイヒューのタイムリー内安打、こちらショートのリンドアがいいプレーを見せたんですが間一髪でセーフとなってしまいましたね。このボールも真ん中に入ってきた速球をセンター方向に運ばれていますし、さらに今日ビーバーが最後に対戦したグレイバー・トーレス、この打席でツーランホームランを浴びてしまいましたが、ツーボールツーストライクから真ん中低めに速球が行ってしまって、これもやはり甘いコースを痛打された結果となりましたね。ということで今日のビーバーの失点は全て速球系のボールを打たれた結果でして、でどのボールもビーバーが意図していないボール、キャッチャーが要求したコースとは違うコースに行って結果として打たれてしまいましたので、今季のビーバーから考えますと今日のビーバーはあまり速球系のコマンド制球がいつも通りではなかったのかなというところが見受けられましたね。ビーバーは今日の試合が彼のキャリアの中でも初めてのポストシーズンでの登板となりまして、もしかしたらいつもと違った緊張などの影響が彼のピッチングを変えてしまったのかもしれませんね。またこの試合を放送した ESPN の実況と解説がビーバーがマウンドを気にしているんじゃないかという話や、またこの試合の球審がビーバーが今季1試合で最も少ない三振数を記録した試合の球審と同じだという話もしていましたので、緊張感以外にもそういった外的要因も影響したのかもしれません。ただヤンキース打線を相手にこれだけ甘いボールを投げてしまうと、あまり良い結果が待っていないことはまあ自明でしょうね。
またビーバーが本調子ではなかったとはいえ、しっかりと点数を重ねたヤンキース打線も非常に良かったですね。失点の場面先ほど振り返りましたが、すべて甘い速球を捉えることができていますし、特に初回のジャッジのホームランは先発投手にとって苦しい立ち上がりを見事に叩く一発となりましたね。ビーバーはジャッジにホームランを打たれた後は、得意のナックルカーブなど変化球を増やしてなんとかアウトを稼ごうとしてきましたが、ヤンキース打線も7三振はしてしまいましたが、ナックルカーブなどの変化球に対して非常に粘り強く対応できていましたし、また難しいボールの見極めもしっかりできていたなという印象ですね。レギュラーシーズンのビーバーであれば空振りを奪っていたであろう場面でも、ヤンキース打線はしっかりと見極め、この結果ビーバーがストライクゾーンで勝負せざるを得なくなった場面もありましたね。ヤンキース打線のアプローチで特に今日印象的に残ったのは、4回のグレイバー・トーレスのフォアボールを選んだ場面ですね。この打席トーレスはノーボール2ストライクと追い込まれてしまって、でそこから4球連続でナックルボールをビーバー投じてきたんですね。普通のバッターであればその4球のうちどれかを振って三振となるところを、トーレスはこの4球のナックルボールすべて見極めてフォアボールを選び、で次のガードナーが初球の速球、高めに浮いた速球をタイムリーヒットにしまして、このフォアボール非常に意味のあるフォアボールとなりましたよね。こういったヤンキース打線のアプローチは非常にビーバーを苦しめましたし、また今日のビーバーの空振り率は 28% で、これは今季ビーバーが先発した試合では最も低い水準となっているんですね。まあ、それだけビーバーの調子が悪かったとも言えるんですが、ヤンキース打線のアプローチも非常に良かったとも言えるんじゃないのかなと思っています。実際ヤンキース打線がほとんど空振りをしないせいか、今日のビーバーはかなりストライクゾーンに近いところで勝負せざるを得なくなっていましたね。左が今日の試合のヒートマップで、右が7月30日のツインズ戦、この試合ビーバーは8回無失点13奪三振を記録した試合なんですけれども、ゾーンが赤くなればなるほどそのコースにボールが行った頻度が高くなっていることを示している図となるんですが、左と右比べていただいてもわかると思いますけれども、今日のビーバーは非常にストライクゾーンに近いところが赤くなっているのに対して、7月30日の試合は様々なコースに色がついてますよね。ビーバーはリーグ屈指の変化量を誇るナックルカーブなど変化球も非常に素晴らしいピッチャーで、相手バッターはビーバーと対戦する際ゾーンを広げて対応する必要がありますので、結果としてビーバーからすればボール球でもアウトを稼げるという状態が好成績を生んでいたと思いますけれども、ただ今日はヤンキース打線がそういったボール球にはあまり手を出さず、勝負球がなくなったビーバーはストライクゾーン近辺で勝負せざるを得なくなってしまったのかなと考えられますね。今日の試合はビーバーの調子の悪さも目立った試合ではありましたが、ヤンキースというチームの力も感じた試合ではありましたね。今季のヤンキース60試合と非常に短いシーズンの中でかなり好不調の波が激しいシーズンを送りまして、まあ、怪我人が多く出たという影響もあるとは思うんですけれども、ただ最終的にポストシーズンという最も重要なタイミングでフルメンバーに近い状態に戻って、でやはりメンバーが揃えばこのチーム非常に強いなと感じましたね。ワイルドカードシリーズは明日も続きますが、明日の先発はポストシーズン非常に強い田中将大選手がヤンキース先発予定です。シリーズ2勝を挙げればディビジョンシリーズ進出となりますので、もしかしたら明日の田中選手でヤンキースのディビジョンシリーズ進出が決まるかもしれませんね。一方でインディアンスも明日の先発はカルロス・カラスコ、そして3戦目まで持ち込めばザック・プリーサックが先発予定となっていまして、2人とも非常に頼りになる先発投手ですので、ビーバーで1戦目を落としてしまいましたが、2戦目3戦目と巻き返しなるでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、メールビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。